お世話になります。一人でございます。劇場版ポケットモンスターココが公開されますが、それに際して幻のポケモンザルードが配布されるということで、特別参り券を手に入れてきました。買える場所はですね、セブンイレブンでございまして、その他普通の映画館とかでも買えます。本当は私今日の深夜の12時頃にセブンイレブン行ったんですけど、その時に9時からみたいな感じで書いてあって無駄足こいたんですが、今朝ね9時に行ってきまして手に入れてきました。セブンイレブンではどうやって手に入れられるかっていうと、印刷機みたいのがあると思うんですが、それでこのような紙をコピーしまして、それで受付に持ってきますと、チケットはこんな感じで、もらうことができるわけでございます。ちょっと公式サイトと違う形なので、シリアルコードないかなと思ったら普通にシリアルコードちゃんとありますね。で、私ザルードとか2体欲しいので、チケット2枚買ってきました。ただどっちとも一般券で買うと、どっちも1400円なのでもったいないので、私はキッズの800円のねチケットも、買いました。まあ甥っ子にでもねあげようかなと思ってるんですが、それでもねちゃんとシリアルコードついてたので OK です。さらにこのようなね冊子もちゃんとチケット買った枚数分だけもらうことができます。受け取り方とかですね、そういうものが書かれております。ですので大したことは書いてないかなっていう感じで、しかもなんか受け取り期間の日付とかも間違ってて、まあコロナの影響とかで対応できなかったんでしょうね。まだ古い状態の情報で載っております。まあそれはいいとして、まあこんなのもねゲットできますよという感じでございます。でこのチケット使ってシリアルコード入力して、ザルードと色違いセレビ手に入れていきましょう。はい、じゃあやっていく前に必ずソフトの更新だけはしておきましょう。ソフトの更新ができましたら、そしたらいつも通り不思議な贈り物で不思議な贈り物を受け取るでございまして、シリアルコードで受け取るですね。これをやってシリアルコードに入力すればいいだけなんで簡単ですね。ちなみに期間についてなんですけど、受け取り期間の何日までかっていうのは日付が変わっております。最新の情報では2021年3月31日と来年までとなっておりますので、まあ、結構余裕ありますので、まあ、ご安心くださいと。まあ、多分ほとんどの人に関係ないでしょうけどね。はい、入力していきましょう。はい、これで入力できましたら、はい、こんな風に、なりまして、いつも通りお小屋の森のセレビ受け取っていきましょう。楽しみですね。あ、来ましたね。まあこれはいつも通りの感じですね。箱とかも別に特に変化はなしという感じでございますが、来ました。いいね。光ってなかなか色違い感がちょっとわかんないですけど、はい、確認してみたいですね。まあとりあえずもう一個受け取っていきましょうか。もう一個もシリアルコードで受け取るで、もう一気にね、ザルードの方もあのセレビとね同じ期間になっちゃいましたので、コロナの影響でね。ですので本当だったら2ヶ月後ぐらいかなに受け取りたんですけど、もうすでに今受け取れる状態でございます。入力していきましょう。はい、これで入力しましたら、はい、またビーンってなりまして、これで、あ、来た、お小屋の森のザルード欲しかったな、すごく。おー、いいねー、来まして、これも何の変化もないんだね。うわ、来た来た来た、いいねいいね、こいつも驚き屋のポケモンだね。カポエラとかと同じで、これで更新されていく。うわ、いいね、踊ってるね。めっちゃいいじゃん。ワルザルポケモン、群れを作り密林で暮らす、とても攻撃的で森に住むポケモンたちから恐れられている。公式サイトに載ってたやつとかと同じような文言なんで、あんま新鮮さはないですけど、まあいいでしょう。いいねいいね、かっこいいわやっぱり。はい、でザルードを受け取ってる状態で、この女性にね話しかけると、どうやら他のねアイテムもらえるということで、もらっていきましょう。はい、謎で、あら、そのポケモンはびっくりマーク、ワルザルポケモンザルード、鎧島どころかガラル地方にもいないポケモンよということで、ザルドに合わせてくれた俺受け取ってちょうだい。はい、これでもらえるわけですね。一人はオリジナルの冒険キャップを手に入れたという感じでもらえるわけでございます。たくさんのポケモンと出会っていく少年の帽子をサトシのということですね。つまりあなたに似合うと思って、サンキューベリーマッチっていう感じでもらえるわけでございます。はい、じゃあここでつけてみましょうか。服を着替えると、あ、今の髪型では無理なんか。ヘアメイク、これでいっか。ヘアメイクじゃねえ、バカバカ。服を着替える、今の髪型でつけれるな。ヘアメイク、まあ、適当にいいや、ショートヘアで。服を着替えるですね。あ、ありましたね、冒険キャップオリジナルということで、つけてみましょう。こんな感じですね。全然これ似合わないていうか髪型が変すぎるんだけど、まあいいや、こんな感じで全くこのね道着とは似合わない感じですけど、はい、普通の状態これですね。なんかそんな別に普通の帽子っぽい感じですけど、一応サトシの帽子なんで珍しいっちゃ珍しいっていう感じになっております。はい、じゃあ次はザルードとセレビーの様子を見ていきましょうか。はい、じゃあセレビー見ていきましょう。セレビーは 3V ですね。まあそれは結構あんま良くないかなっていう感じですけど、
はい、それで幸せ卵なんか持っておりますと。色違いでございまして、当然親がねお小屋の森という風になっております。これでプレシャスボールですから、まあ映画版ということの証明になりますね。で、内容を見ていきますと、特性自然回復で、手持ちに引っ込むと状態異常が治るという、まあなかなかね強いね、特性ではあるんじゃないかなと思います。はい、それでマジカルリーフ、未来予知、命の雫、癒しの鈴ということで、別に新しい技とかは多分ないですよねこれ。気まぐれな性格でございます。で、2021年3月7日これ私狂ってますが、うわミスったな、これちゃんとした日付にすればよかった。ポケモン映画20でレベル60の時に運命的な出会いをしたようだになるということですね。でリボンもついておりますね。ウィッシュリボンで願い叶うと言われているリボン、つけた時の名前、夢叶えしセレビーという感じでございます。まあいいねやっぱりこういうやつは。はい、じゃあザルードも見ていきましょう。こいつもやっぱ 3V なんですね。どうせなら 5V ぐらいしようよと思うんですけど、まあいいよ。声がなかなかなんか機械っぽい感じの声じゃないですか。で内容を見ていきますと、持ち物食べ残しでございます。なんで食べ残しなのか思ってダサいよっていう感じなんですけど、で親はお小屋の森ですね。これは一緒ですねさっきと。でザルードプレシャスボールに入ってるというわけでございます。で特性はリーフガードですね。天気が晴れの時は、状態異常にならないという感じでございます。まあ正直言って微妙な特性ですけどねこれは。で種族値についてはもうねこの動画が上がる頃には誰か解析して出てると思うんですけど、まあ攻撃と防御が高いっていう感じですかね。で特攻が低いというね、やっぱり攻撃型のポケモンではあるということですね。技はですね、インファイト、パワーウィップ、イバル、バークアウトでございます。これはもともとね開示されていたので知ってる人も多いんじゃないかなと思います。で生意気な性格でございまして、これは確定らしいですね。これも公式サイトに書いておりました。でこっちもポケモン映画20でレベル60の時に運命的な出会いをしたようだになってますね。なんだよマジかよ、ポケモン映画20というね表示なんで2020にしとけばよかった。で、こっちもウィッシュリボンついておりまして、つけた時の名前、夢叶えしザルドとなっております。まあやっぱかっこいいっすね。はい、じゃあ連れ歩き機能でねどういう風に表示されるか見ていきましょうか。まずセレビーから行きましょう。はい、行きましょう。はい、これはまあ見てる人もいると思うんですけどね、すでにまあ結構ちっちゃい感じでピューってついてくる感じなんでいいっすね。早いね結構動くので、話しかけると、はい、なんか言う、お踊ってますね。トリプルアクセルみたいなのを披露してくれるわけですね。じゃあ次ザルードを、先頭にして見てみましょう。はい、来いよザルードさん。うわいいね、かっこいいね。真っ黒だね、本当に黒がすごい真っ黒の黒ですね。で走ってくる感じは、わこんな感じで走ってきますね。結構速いっすね。うわすげえすげえ、こいつもちゃんと追っかけてくれるパターンのポケモンですね。あ、こんな感じでこっち側から押すこともできると、いいっすね。こいつ話しかけると、はい、なんか、あいい、なんだこういう感じか。ちょっとダサいけどこれ。やんちゃな感じですね。すごい、なんじゃこりゃ。ウケるわこれ。はい、じゃあ次キャンプで見てみますか。はい、ザルードちゃんいますね。うわすげえ早い早い、ザルード来い、こっちおいでザルード。うわ怖いわこいつ、凶暴だね本当に、悪ザルっていう感じですね。でやっぱり黒色が本当に真っ黒で、よく光を吸収しまくる黒みたいなのって言うじゃないですか、そういう黒ですよね。セレビー来まして、セレビーちゃん見てみましょう。はい、ここで、ピヨ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 やってなんか反応する。ザルド奥にいますけど歩いてます、歩き方可愛いですね。いいっすねアタックが。この角度で見るとちょっと目が怖いけどね、目の周りの真っ黒が尋常じゃないアイシャドウだなっていう風に思うんですけど、まあそれを置いときましょう。じゃあ技のエフェクトでも見ていきましょうか。次は戦闘に出た場合の、どんな感じか。はい、こんな感じでピヨーってなって行っておいでってなるわけですね。で、まあ、マジカルリーフあたりやってみようか。とりあえずはい、これでマジカルリーフビヨーンって感じでやって、全然知らねえんかい。はい、そんな感じで、セレビーちゃんね、ああおいいね、いいところ見てたわ。はい、じゃあ次ザルード引き連れていきましょう。はい、ザルードいいねいいねいいね、雄たけび上げる感じいいっすね。おやっぱ踊ってんだ、この場面でも踊ってるっていう感じですね。パワーウィップでいっか、もうパワーウィップ、まあこれすでに公開されてたと思うけどね。はい、こんな感じでパワーウィップ披露してくれるわけでございます。じゃあ次ダイマックスのザルードとセレビー見ていきましょう。まずセレビーからいきましょう。はい、これで光って登場しまして、で大草原でいいか、大草原やろう。はい、これでまあこれはね見たことある人いると思うんですけど、ここプレシャスボールもいいね。はい、いいね、ぐんぐん伸びてきて、あまあそのままでかくなるだけですけど、やっぱりいいっすねこいつは。セレビーちゃんは可愛くてめちゃめちゃ球根みたいなさ頭してますよね。はい、こんな感じで、大草原も披露してくれるわけでございますね。特に変わったことはないと。はい、じゃあ次はザルード見ていきましょう。
いいね、ザルード登場しましたと。やっぱかっこいいっすね。大草原やろっか、どうせなら。はい、プレシャスボールで、ちゃんとね光っていくわけでございます。はい、開いてガン、グン、グンっていう感じで、あ、やっぱいいっすね。あ、ちゃんと腕のところのクルクルがなんかね、いろいろ動いてる感じでかっこいいんじゃないでしょうか。結構、はい、いいっすね。ここでも踊ってるって感じですね。はい、これでザルードの大草原やっていきましょう。いいね、いいね、いいね。めっちゃ何これ、エフェクトがすげえ、顔がすごかったんだけど。大草原やっていきましょう。何それ、そんな顔してくれんだ。めっちゃいい顔芸じゃん。大悪もやってみましょうか。はい、これでいこう。大悪いけ、いいね、いいね。ガオーっていう感じでやって、はい、相手を滅していく。いいね、いいね、かっこいいね。このエフェクトは相当かっこいいですわ、やっぱり。はい、じゃあ最後にポケモンホームのね、ザルドを見ていきたいと思います。結構ね、デザインも違ったりするんで。はい、ここで、左側行きまして、ザルドは、あ、いた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 、いましたね、ここに。一応このまずセレビーから見ていきましょうか。様子を見るで、色違いセレビーはこんな感じのデザインですね。で、結構躍動感ある感じですね。割とあんまりこういう感じのデザインないですよね。他のもっと、例えばピカチュウとかだったら結構あんま躍動感ない。あ、躍動感これあるわ、結構。まあ、ホエルオみたいな感じのやつが一番多いですね、タイプのデザインが。なんで結構セレビーはいいんじゃないかなと思います。 R で移動できますので、すごいね、やっぱり電子的な声っていう感じですね。なんとなくあの公式サイトに載ってた形と同じ形のザルードですね。デザイン的にはほぼそれに近いんじゃないかなと思います。じゃあこれスマホっていうか、まあ、iPad に送った状態のやつも見てみましょうか。これ、はい、じゃあ iPad の方見ていきましょう。こっちのポケモンの方ですね。でザルードいましたね。色違いセレビもいます。色違いセレビから見ていきましょうか。いいね、すごい背景がすごい怖い感じだけど可愛いですね。いいねこれも声もちゃんと聞けるという感じでございます。他は特にこっちは変わりないか。ザルドの方も見てみましょう。いいね、かっこいい。こいつもここで踊ってんだ。すごい、やっぱ黒々としてるね。背景があとかっこいい、めちゃめちゃ。やっぱ黒の色がでもちょっとね、ニュアンスが違いますね。こっちは割と明るめな黒っていう感じですね。いいね、これ押すとこんな感じでね、めっちゃおたけび上げる感じでございます。かっこいいね、グワーってなる感じで、まあ、こんな感じで特にこっちも変化はないというね、ザルードでございましたと。はい、ということで今回は最速でゲットしたザルード色違いセレビーをジロジロ見つめるというね、動画でございました。まあ、やっぱ新しいポケモンっていうのはワクワクドキドキしますよね。ちなみにザルード、先ほども図鑑見た通り悪ザルポケモンで、見ザル、聞かザル、言わザルという3ザルが有名ですが、ゲームフリーがこれに引っ掛けて見ザル、聞かザル、言わザル、悪ザル的な意味でザルードを生み出していそうですよね。最近物騒な世の中になっていますから、もしかしたらゲームフリークは我々人類に悪いことはするなと警鐘を鳴らしたかったのかもしれませんね。信じるか信じないかはあなた次第です。